ましたか。あれはケンシロウだ。アーミバを倒したという例の男だ。門を固めろ。牧長に報告だ。このカサンドラに出向いてくるとは無謀な奴らだ。時はこの鬼の鳴く町と呼ばれるカサンドラに幽閉されているらしいわ。鬼の鳴く町、聞こえない？鬼の鳴くような音が。ここに時が。一度収容されたが最後、二度と生きて出ることのできない死風の監獄と、かつて鬼と恐れられ悪魔とそしられた凶悪犯たちが泣いて出獄を請うた町。それがこのカサンドラか。行こう、時が呼んでいる。まるで人の気配がしないけど、本当にここに多くの人が捕らえられているのかしら。マミヤ、目の前をよく見てみろ。え？我はカサンドラの英士ライガ。同じくフーガ。俺たちがいなきゃ死んでたな。何人たりともここを通すわけにはいかぬ。ここは俺に任せる。我らが使うはニシン風雷剣。同じ地、同じ筋肉、同じ感性を持つ者のみが習得可能の剣。道を開けぬと死ぬぞ。このカサンドラに住む者にその言葉は脅しにならぬ。すでにあらゆる人間が死に支配されている。この門を開けようとする者には死あるのみ。我らの間に入った者は体ごと両断されるのだ。何故、なぜ殺さぬ。殺意より悲しむ。お前たちの目は悲しみに満ちている。なんと、たったこれだけの戦いで俺たちを見切るとは。フーガ、いかん、抑えろ。
かけてみよう。あんたならカサンドラ伝説を破るかもしれぬ。そして俺たちを含めここに生きる全ての者に再び光と生を。この門は開けておけ。もはや二度と閉ざされることはない。よくぞこの地に足を踏み入れた、ケンジロウ。貴様が獄長か。さよ、その無謀なる勇気だけは褒めてやる。俺に無謀という言葉はない。それはお前が恐怖というものを味わったことがないからだ。その恐怖の見本を見せてやろう。ミツ、兄貴。ライガ、そしてフーガよ。貴様たちを一人戦が民の人質も、もう用はなくなった。よってこいつを、わし自らが処刑してやる。許せミツ、カサンドラの住人に再び光と生を与えるために死んでくれ。俺たちが待ち望んだ救世主が現れたのだ。分かった、みんなを救ってくれ。気が変わったわ。覚悟の決まった男を殺しても面白くはない。貴様らがケンシロウにかけた一縷の希望、それが絶望に変わってゆく様を楽しむとしよう。話はそれだけか。さっさとかかってこい。そうせかすな。貴様が安心して死ねるよう墓まで用意してやったのだからな。その墓は大きめに作ってあるのか。え？いや、なぜだ。その墓に入るのはお前だ。なーにぬね、ヒラズたちを叩き合って。じっくりと恐怖を味合わせてやる。本当の恐怖を味わうのはお前だ。グラウェイ、アッカー、オーカー、アッカー、オーカー、もう一回かけるぞ。グラウェイ、サンドラ伝説は不滅。
墓穴が狭すぎたな。体がゴロジー。しかし、時期にちょうどよくなる。安心して死ね。悪党には墓標はいらん。あ、俺たちに再び光と生が蘇った。俺たちは絶望の淵から救われたのだ。あ、兄貴。鬼たちの泣く声が歓喜の声に変わったか。だがすぐ恐怖の泣き声に変わる。時のところへ案内してくれ。わかった。獄長はこの二つの巨星が交わることを極端に恐れていた。二人が会えばカサンドラだけでなく世界が変わるかもしれぬと。あれは剣王新鋭隊。貴様がケンシロウか。救世主気取りもここまでにせい。今なら剣王様も寛大に許してくださるだろう。失せろ。それが返事か。だが貴様と時を合わせるわけにはいかん。時の獄者への通路は探せてもらうぞ。何？兄貴。せめて俺たちの手で獄者への通路を。通路を塞がれれば二度と獄者にはたどり着けぬ。いかん。早まるな、ライガー、フーガ。なんだと、通路が巨大な岩に。あれを見て。ライガー、フーガ。なんと、岩を支えたまま絶命している。こんなひどい。なんという壮絶な死だ。この通路を守るためだけに。ライガ、フーガ、安心して眠ってくれ。悪の炎は俺が消す。そして剣王にしよう。ロウ、時はここに。よくたどり着いた。しかしこの部屋の秘密を知らん限り貴様は時と会うことはできんぞ。ここで時間を稼げばその間に仲間が時を殺してくれるわ。時はお前たちに殺されるような男ではない。病に侵された男に何ができるか。市長処刑当日受けてみるがいいわ。もたもたしてると時があの世行きだぞ。なめるなよ。
それがホットシンシン真剣剣ビルマブラビャーフーウーアスコ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 やろう。ちょっとなめんなよ。時はどこだ。くそ、だ、誰が吐くか。あ、う、腕が勝手に。この先か。なんで。飛行、凍傷をついた。貴様の体は意志とは無関係に動く。吐いた以上俺は剣王様に殺される。心配するな、お前はもう死んでいる。何をバカな。時、兄さん。ケンシロウ、この男が時時間稼ぎもできんのか。使えんやつらめ。こいつは本当に美容人か。びくともせん。うわあ、くそ、今だ。何としても時を殺すのだ。やらねば殺されるのは俺たちだ。やってみるがいい。お前たちにも時という男がわかるはずだ。北斗右条拳。せめて痛みを知らず安らかに死ぬがよい。いい気持ちだ。気持ちいい。飛行、剣聖への北斗神拳、右上破眼拳。時の北斗神拳にかかった者は死ぬ間際に天国を感じる。ケンシロウ兄さん、すごい。これが時という男、そしてこれが北斗神拳。剣王とやらが二人が会うことを恐れていたわけが、これで分かった。待っていたぞ。痩せたな時。ふん、だがまだ生きている。大丈夫だ。時、分かっている。剣王のことだな。剣王はラホウ、我らが長期で知っていたか。剣王北斗の長兄だというのか。これは逃れられぬ宿命かもしれん。時、俺にはまだ鬼の泣く声が聞こえるのだ。その泣く声を止められるのはただ一人、お前だ、ケンシロウ。剣王とは北斗の長兄ラオウであった。正統伝承者として剣王打倒を心に誓うケンシロウ。北斗の宿命が